痩せるドリンクの作り方をあなたにお伝えしていきます。実は今回は LINE の方にこんなメッセージが来たんですね。ちょっと読んでみます。こんにちは。根昆布がダイエットにいいと聞いたんですが、根昆布水として飲み方を教えてもらえますか、という質問をいただきました。このように私とこう LINE のやり取りでこういったメッセージ多くいただくので、今回はこの方のご質問に答えるためと、あなたにもシェアするためにこちらの動画をご用意しております。またこういったご質問終わりの方は YouTube のコメントですとか、また LINE のご登録ですね、詳細欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご登録後同じようにご質問どんどんしてください。コメントいただきますととても嬉しいです。それでは早速、痩せるドリンクの材料と作り方をお伝えしていきましょう。でその前に、なぜ痩せるのかという効果をですね、あなたにお伝えしていきたいと思います。先ほどお伝えしました通り、使う材料はこちらだけなんです。こちらですね、根昆布ですよね。でこちらは私が今回お持ちしているのは北海道産の天然の利尻島産の利尻昆布なんです。実はこちらですね、大切なクライアントの方がですね、お土産でくださった大切な昆布なんですけれども、今回はこの昆布を大切に使わせていただこうと思います。ありがとうございます。ではこの根昆布の痩せる効果がね、すごいんです。こちらです。あなたの中性脂肪を抑えてくれます。またあなたの血糖値の急上昇も抑えてくれるんですね。もうこう脂肪をね、溜め込むのを抑えてくれるっていうのも嬉しいんですけれども、ポイントここですよね。太る原因はあなたがこう召し上がっているものがですね、急激に血糖値を上げてしまうものというのが、結果脂肪をその間すごく溜め込んでしまう、結果まあ太るということに、こう悪いスパイラルに入っていくわけなんですね。ところがこの血糖値の上昇をこう抑えてくれるわけですから、結果脂肪を溜め込まずに済むということなんですよね。すごいダイエット効果があるんです。でまたコレステロール値も低下させてくれることもできますし、高血圧であればその血圧もね、下げてくれる効果もありますし、また食物繊維がすごく豊富なんですよ。ネバネバ食品なんですよね、こういった昆布というのは。でこのネバネバ食品というのが水溶性の食物繊維といって、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善生菌の餌になってくれる食べ物なんですね。でこれがあることであなたの痩せ菌がこうどんどん元気になってくれて、いつまでも腸内のその中に居続けてくれるわけですよね。まあ、育ててあげる餌になるわけです。そうすることであなたはその痩せ菌を増やすことができるわけですから、結果自然と痩せ体質になることもできますし、その痩せ菌たちがですね、欲しがるそのヘルシーなですね、食べ物が食べたくなるように生まれ変わることができるんですよ。で逆にデブ菌と呼ばれるその悪玉菌が優勢な腸内環境をお持ちの方っていうのは、そのあなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内環境が悪い、そのデブ菌が欲しがる餌をですね、その食べたくなってしまうんですよね。だから甘いお菓子であったり、まあ、ポテチなんかのこう酸化した油物であったりとか、もうとにかくその味覚がですね、まあ、中毒に侵されているわけですから、そういった状態でいくら食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を一生懸命ですね、あなたがもしされてたとしても、あなたの腸内環境がデブ菌が優勢な限り、絶対に痩せることなんてできないんですね。なぜかというと、太る食べ物が食べたくなる、しかも悪玉菌優勢ですから、もうどんどんその太るこうサイクルに入っていってしまうということなんです。そこで今からお伝えするこの根昆布を使ったドリンクを飲むことで、今お伝えしたこのダイエット効果が全部手に入るわけですから、あなたは腸内環境が整って、結果痩せ体質になれるわけなんですね。では早速材料をお伝えしていきます。でこの動画の後半でその実演交えて作り方をお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧ください。では材料です。コップ1杯がまあ1人分とした目安の材料でご準備しました。まずはこういった天然水が 200ml ですね。なので、まあ、1カップ分の分量になります。2つ目、先ほどお伝えしましたこういった根昆布です。できればね、やっぱ国産の
良い昆布選んでください。そうすることでこのネバネバ成分がですねさらにまあ効果を発揮してくれて、結果ダイエット効果にもつながりますので、ぜひぜひ国産の立派な昆布選んでくださいね。でこれが1枚です。で1枚というのは約、まあ、大体5センチ幅の昆布が目安です。でこうネバネバが多く欲しい方はちょっと足してもいいんですけれども、まあ、最低に1枚準備してくださいねということです。あとは以上お伝えしたこのお水と昆布がちゃんと入るこういった保存容器ですね、私はウェックさんの使ってるんですけれども、これすごく便利です。ガラスのね、蓋がついていて、あの大きめを選んでくださいね。なぜかというと、あのこういった根昆布は水につけるとだいたい 2,3 倍こう膨れるんですよね。大きくなりますから、その昆布がこうお水からはみ出ないようにしっかりこう浸かるような大きめの容器を選んでください。そうすることでそのネバネバ成分を無駄なくどんどん、まあ、昆布のこう切り口が特に出ますので、ぜひぜひ大きめの容器をご準備してくださいね。では早速実演交えて今から作っていきたいと思います。ちょっと変えますね。作り方です。もう簡単ですよ。もう入れてね放置するだけなんですよ。あっという間に準備はもう完了です。ただこう根昆布の成分をたっぷり出したいので作ってねすぐに飲めません。しばらくやっぱ時間をね置く必要がありますから、そこだけ注意してくださいね。じゃあまず作り方です。こちら根昆布を購入されたんですね。ちょっと開けてみますね。ありがとうございます。いただきます。この昆布をもういろいろ使えますよね、まあ、お鍋だったりとかもういろんなねお出汁に使えるんですけれども、わあ立派ですね。こちらにこれ1枚がこんなに大きいので、こちらですと先ほどの材料の4倍ぐらいは作れるでしょうね。で私は今回あの1人分を目安にお伝えしましたが、まあ、大体5センチ幅でこのように調理バサミで切ってよいしょ、パチンとできました。ちょっと戻しますね。すごくいい香りです。いいですね。でこちらはですね表面にあの白い、ね、粉が吹いてますが、まあ、問題はないんですけれども、根昆布の表面をこのままさっとお水で洗っていただいてもいいですし、もうさっとですね、あの長くしてしまうと成分が取れてしまうのでもうさっとでいいです。もしくはこういったあの濡れ布巾を固く絞ったものでこう表面をきれいにですねこう拭いてあげて、この白い粉をちょっと軽く取ってあげると OK なんですね。でこの昆布を保存容器に入れていきます。こちらですね入れます。でできればこの時ポイントがあるんですけども、この切り口を下にしてください。まあ、大きいとね横になるんだけど、とにかく切り口がしっかり水に浸かるように入れてくださいね。そしてお水ですね、天然水。ここはあのくれぐれも水道水は使わないでくださいね。カルキの問題であったりやっぱりお体に良くないので、こういった天然水使ってください。あと1カップ 200ml 入れてきますね。はい、入りました。じゃあ入れます。そして蓋をします。見えますか、しっかり根昆布がお水に表面全部ね使っている状態ですね。であの細長い容器の方はその切り口を下に入れてください。昆布の成分がいっぱい出るように入れてあげてくださいね。で本当はこのままねこう飲めるといいんですけれども、それですとまだ昆布の成分がね全然出ていません。なので常温でしたら8時間から12時間程度、また冷蔵庫でしたら12時間から24時間程度、このまましばらくその根昆布の成分が出る、まあ、ネバネバ成分が出るまで放置しておくんですね。そのまま置いてください。で夏場なんかはちょっと、ね、傷みやすいと思いますから気をつけてくださいね。今はもう秋冬で、まあ、寒い季節になっておりますから常温でも安心だと思うんですけれども、ご心配な方はやっぱり冷蔵庫でそのまま保存するといいですよね。で大体24時間まあかかるとして、例えば目安はやっぱり1日1杯程度になるんですよね。そうすれば例えばそうですね、朝一番に起きてお腹すっきり
されたいなっていう方は、まあ、朝一番で飲まれるのもいいと思うんですね。その時にくれぐれもこう加熱しないようにしてくださいね。加熱してしまうとちょっと成分が変わってしまいますから、まあ、そのままもしくは冷たいままですと飲みづらいので、まあ、ちょっとお湯を足すとか常温に戻してから飲んでいただくとベストだと思います。でまたですね、こちらは注意なんですけれども、根昆布をですねそのままこうずっと水に長くつけすぎてしまうと傷みます。なので傷む原因になってしまう前に長くつけすぎずには取り出してくださいねっていうことと、あとはですねこの使い終わった根昆布は何回も使い回しすることはせずに、もう一度出し切ったら取り出していただいて、そのままその昆布のそうですね、こう煮物にしてもいい、味付け昆布にねしてもいいでしょうし、私は実は取り出した昆布をどのように使ってるかと言いますと、私が大切に育てているぬか漬けの中に味付けで入れ込んじゃいます。また細く切ってね召し上がっていただいてもいいと思うんですけれども、まあ、いろんなその根昆布水に使い終わった後の根昆布もリサイクルができますから、ぜひ捨てずに最後まで大事に召し上がっていただきたいと思います。そしてですねこちらは一人分ですね、お一人分作りましたけれども、先ほどの材料の倍すればその倍飲めますから、多くてもそうですね、まあ、1日に3杯ぐらいを目安に飲まれると良いと思います。なるべく早く飲み切ってくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的にきれいに痩せるを応援しております。ぜひチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。また高評価ボタンもいただけますととっても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。